要なもん見っけ。うまそうなもん見っけ。出ねえな。僕、お腹空いてきちゃったかも。悟空さん。どうだ？特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間、ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。オラが子供の頃そこで修行したことがあるわ。その時は1ヶ月くらいしか減ってらんなかった。くらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか？わかった。ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない。
ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。はい。遠慮はいらん。行きます。攻撃しているつもりか。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちを吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。よう。
人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。やつらのどちらかでも破壊できれば。ほっせい。まだセルがやつらを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。ザコがいるようだな。あそこならいいだろう。神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれん。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。いいぞ。落ちろ。
イズ。ズワリ。ズワリ。パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。くそ。なんてことだ、セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よし天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。
何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。ではいただこう。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなジョース、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度はお前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。何をしている、早く逃げるんだ。はっ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 。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。
信犯。まだ生きてる。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。移動したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう出場だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か。そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒ではそう遠くまではいけないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か。どうもすみません、お待たせしました。父は
2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず、今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。だからみんなの分も作って持ってきたのよ。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ごはん、今度はオラたち親子の修行の番だ。はい。よし。こんなか、厳しいかんな。覚悟しとけよ。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。1年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕が なれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕、ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにゃそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ、ご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。どうしたご飯？まだ来るな。
ゃねえぞ。踏んでるだけのことはあるべきだな。ちょっとパワーを上げていくぞ。ピッコロさんより厳しいかも。よし、こんくらいにしとくか。ごはん、この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツッと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなり上手くなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。雑魚どもか。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。
様はベジータ。貴様がセルか。 あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が？あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。つもりじゃないだろうな。少しはやるらしい。ヤリッコホー。本気にさせたいようだ。この私とっくに本気だと思っていたがな。覚悟しやがれ。こんなことはあってたまるか。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろう。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわっ、ちくしょう、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし。10メートル以内に近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても
壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というわけ。しまった、目が。やめろ。18号。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた仙豆で一命を取り留めたクリリンは、
完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。だからウォーミングアップと言っただろう。うん、これがスーパーベジータか。ベジータ、今の攻撃はなかなか良かった。少しは温まってきたようだ。やりっこ！大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞ。
セル。強気なセリフだな、トランクス。クリーヌさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル。武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。
おわん、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな、僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ？ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。あ、やるな、ごはん。こっちも行くぞ。パワーのコントロールはバッチリ見ているな。なかなか良かったぞ。はい。でもお父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。それについては考えがあんだ。わ、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっちゅうことだな。スーパーサイヤ人になれる？ああ、これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけんど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは、全世界に向けて流した放送で地球全体を恐怖で包み込んだ。
セルゲーム。セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺すとセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように、セルは町の一角をやすやすと破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れていた。その昔ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいたことを。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人やフリーザと戦った戦士がいたことを。孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと。なんでこんな早く。あれ、やっぱベジータもトランクスもいつをセルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや雰囲気は少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。あ、はい。実はセルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ん？ああ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服を。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。あ、ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ。セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになったあいつには会ってねえからよ。これからちょっと見てこっから。とー孫悟空か。ああそうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていったかな。
どうでしたか悟空さん。正直あそこまですごくなってとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃ俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間はあるんだ。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなるさ。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていても、つれえだけで修行じゃねえ。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた会おう。行こう、ごはん。あ、はい。武道大会セルゲームまであと9日。部屋での修行を終えた悟空とご飯は、疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。ん？父。やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さ終わったんだろ？だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか？持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ？そうだな、欲しいのはこれで全部だ。よろ、早く材料を集めねえとな。精神と時の部屋のご飯はあまり美味しくなかったよね。やっぱうめえ飯食わなきゃ力が出ねえし、早くあの部屋出てよかったぞ。
これは出た。嫌だな、さっさと片付けちまうか。ん？なかなかやりそうなやつだな。なんか嫌だな。お父さんの分も。木が見せてくんのがわかんな。ウルマンってこと同じくれでけえ町だな。こんにちは。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いろいろあるよ。なんか嫌だな、さっさと片付けちまうか。
集めてこねえとな。よっ、よし。そんなもんで、このツヤ絶対うめえぞこの魚。よし、よし、魚はこんくらいでいいか。あとは肉だな。へへ、うまそうな魚だな。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。サンキュー。ノー、じゃあな。よし、強いやつはあっちか。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。行くぞ。なん
占いババア、今の水晶玉でオラのこと見てんのかな。この世もそんなに悪くねえけんだな。早く集めてこねえとな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。父の弁当楽しみだな。嫌だな。さっさと片付けちまうか。
村だな。あんまし人もいねえみてえだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。木が見せてくんのがわかんな。集めてこないとな。おっす。おう。やっ。ヘヘヘ。どうじゃ。ああ。
よから、ほほほほ、行くわ。これでいいな。よし、これで全部だな。父んとこに戻るか。クリリンと手合わせすんな。久しぶりだったけど楽しかったな。全部だな。父んとこへ戻るか。よっ、おのれ。しましょう。はい、おい、しょうがねえな。
行ってよ、行くか。暮らしてんわ。いいもん手に入ったな。いいもん手に入ったな。あ、超神水だ。飲むと強くなれんだよな。わそうだもん、みっけ。いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん、みっけ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。何か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いいもん手に入ったな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。おい。おお。用事も終わったし、修行でもすっか。これで全部だな。父んとこへ戻るか。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。これで全部だな。父んとこへ戻るか。おっす。いい。え？
え？よし。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。そうじゃな。え？よし。ありがとう。クリリンたちが見つけたっちゅうゲロのアジトに行ってみっか。これで全部だな。きちんとこへ戻るか。どうすっかな。どうしたのお父さん。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし。こいつは…え？よし。
よし。よし、これで全部だな。ほほ。うん。ああ。なんとまあ。よし。ああ。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。じゃあな。さようなら。はっ、いや。はっちゃん、元気になってよかったな。